代表的なヤクルト料理。冷凍制御の薄切り、ストロガニナ、生クリームとベリーを冷やした、キョルチェフヤクルト料理は、ヤクーチアの料理。ヤクルトの食文化に、モンゴル、カザフの遊牧民、隣接するブリアート人の影響に加え、ロシアによる近代化の影響が見られる料理である。食材の特徴としては、肉類は、馬肉、鹿肉、トナカイ肉等が用いられるが、 豚肉、鶏肉は伝統的な食材には含まれない。狩猟によって得られた鶏、牛肉と魚は一般的な食材として広く普及している。ベリー類がビタミン源として利用されている。19世紀には父として馬乳と牛乳が用いられていた。伝統的な料理としては馬肉のパイ、茹でた馬肉、ブラッドソーセージ。 ニューベースの小麦粉等を使用したジョーサラマート、クミスと呼ばれるバニュー種、サワークリーム等が存在する。ソラトと呼ばれるヨーグルトの一種もまたこの地方で食されている。現代的な料理として牛脂のレバー包み焼き、魚卵のパンケーキ、揚げ物、煮込み、バーベキュー、パン等が調理される。冷凍された生魚の薄切りであるストロガニナや、 代表的なデザートとして知られるベリーと生クリームからなるキョルチェフもまたこの部類に属する。このほか、ロシア連邦名誉商業労働者である料理家のイノケンティインノケンチエビチタルバホーフは、ストロガニナに加え、ステーキ、インディキルカ、若い馬肉をヤクート料理の例として挙げている。ABCD、税。2015年8月3日閲覧。ABCDEFG。 Z、2015年8月3日閲覧。A.B. セミョンクワ社。サハ共和国のハッピーな冬。ロシアナウ。2019年2月11日閲覧。A.B.C.D. フードレストランズ。ヤクウチアトラベル。2015年8月3日閲覧。A.B. ダリア・ゴンザレス。観客の、長寿村オイミャコン。ロシアナウ。 2015年8月3日閲らん。ロシア及び周辺のヨーグルト。明治。2015年8月3日閲らん。ありがとうございます。